こんにちは。現在日本の司法では他者の命を奪った者に対して無期懲役や極刑ばかりではなく出所の目処が定まった有期刑を下されるケースがあることは周知の事実かと思われます。しかし受刑者の更生を信じて有期刑が下される一方で滞在を犯した人間の出所を快く思わない人々は一定数存在します。ということで今回は無罪と懲役15年鬼になったご近所さん本当の地獄が始まる時など5年以内の出所が確定している殺人鬼たちの事件を3つほどご紹介していきたいと思います。では行く。無罪と懲役15年。2008年9月、千葉県東金市の路上にて、当時5歳だった成田幸麿ちゃんが全裸のまま変わり果てた姿で発見されました。また、幸麿ちゃんが発見された当時、現場から100メートルほど離れた場所に位置するマンションからは、レジ袋に入った幸麿ちゃんの遺品が発見されます。そこで警察がレジ袋に付着した指紋を手がかりに捜査を始めたところ、事件から3ヶ月後となる2008年12月に、遺品発見現場のマンションに暮らす当時21歳の勝木亮が逮捕されました。そして起訴内容によると、勝木は事件当日の午前11時40分頃に路上で幸麿ちゃんを誘拐し、抱きかかえた状態でマンション内の自室に連行すると、自室の浴室で幸麿ちゃんを溺死させ、午後0時20分頃に亡骸を遺棄したとのことです。また勝木は事件前日に仕事を退職していた、事件後に同じマンション内の女性につきまとっていたなど不審な行動をとっていたほか、かねてより女児向けのアニメを好んでいたことから女児への関心が高まっていたなどと報じられています。そして2010年に千葉地裁での公判が行われたところ、懲役15年の判決が下されており、その後の控訴審、上告審においてはいずれも棄却されたことで、2012年2月に一審判決で下された懲役15年が確定しています。そんな本事件は一見何の落ち度もない子供を身勝手に殺めた凶悪事件となっているのですが、実はこの事件、冤罪の可能性が大いにあり得る事件として現在も多くの議論が飛び交っています。何でも犯人として逮捕された勝木は軽度の知的発達障害を持っており、裁判において裁判官や黙秘権という単語を理解できないレベルだったと言われています。また勝木の自室からは幸麿ちゃんの毛髪や指紋が検出されておらず、決定的な証拠として提出されたレジ袋の指紋に関しても弁護団が依頼した指紋鑑定士からは一致しないという結果を受けており、これを無実の根拠とする記者会見も開かれています。そのため裁判においてはこれまで知的障害が関係する数々の重大事件において弁護人を務めた添島博明弁護士が弁護団長となって無罪を主張しているのですが、添島弁護士は勝木の家族との考え方の違いから途中で辞任しており、その後は病気を患ったことで2014年に他界しています。しかし新たな弁護士が就任すると一転して犯行を認める方針に切り替わり、無罪の根拠となった指紋鑑定書は提出されないまま、検察側の主張や調書の信憑性を全面的に認めました。また事件発覚当時は幸麿ちゃんの司法解剖が行われた結果、鼻と口を圧迫されたことによる窒息死と判断されているのですが、勝木の逮捕後には溺死に変更されるなど明らかに不審な点が残されています。ところが新たな弁護氏は溺死説も認めています。そのため勝木は2027年頃に40歳前後で出所することが考えられるのですが、ネット上では冤罪説を支持する意見も多く寄せられていることから、出所後も事件に関する新たな展開が訪れるかもしれません。しかしいずれにせよ身勝手な犯行によって命を奪われた幸麿ちゃんの無念は計り知れず、白昼堂々と凶行を働く人物がこの世界にいることを心に留めておく必要があるでしょう。鬼になったご近所さん。2009年5月、東京都足立区の路上にて、当時71歳だった藤井克義が、当時66歳のシングルマザー A さんを刺殺する事件が発生しました。何でも A さんと藤井は斜め向かいに暮らす近隣住民同士で、互いに面識があったのですが、かねてより藤井は A さんの自宅前から通路にかけて、植木やバイクがはみ出していたことに不満を抱えていたそうです。しかし藤井は A さんとの間でトラブルが発生してしまうと、自身が A さんに手を挙げてしまうかもしれないと考えたそうで、
暴力沙汰に発展して刑務所行きになることを避けるべく、 A さんとは顔を合わせないようにして我慢する日々が続きました。ですが事件前日、藤井は競馬に負けたことで酒を飲み、翌朝も酒を飲んでから競馬に出かけようとしたところ、自宅前では A さんが植木の手入れをしていたため、藤井は外出できない状況に苛立ち、ついにこれまで溜めていた怒りを爆発させました。そこでまず藤井は自宅前に設置したペットボトルが倒れていることに対して、 A さんの家族がバイクで方向転換した時に倒したのではないかと苦情を申し立てるのですが、この時 A さんが反論したことで藤井は犯行を決意しました。そして藤井は自宅からサバイバルナイフを持ち出すと、 A さんの上半身めがけて3度もナイフを突き刺しており、その傷跡はナイフを持つ手が A さんの体に触れるほど深かったと言われています。しかし藤井の凶行はとどまるところを知らず、逃げようとする A さんの後を執拗に追いかけ回した挙句、最後まで悪態をついたそうです。そして犯行後には凶器を道に捨てたまま ATM で預金を下ろすと、酒と競馬新聞を片手に競馬場へ向かっているのですが、犯行から約8時間後に足立区内で発見されたため身柄を確保されました。その後開かれた裁判は日本初となる裁判員裁判として注目を集めました。また事件前年度となる2008年には被害者参加制度が施行されたため、被害者である A さんの遺族らは新たな制度に基づいて出廷すると最低でも懲役20年を求刑しています。しかし判決審では懲役15年が言い渡されており、その後は判決を不服として控訴並びに上告しているものの、いずれも棄却されたことで2010年に刑が確定しました。また本事件においては遺族側が損害賠償を求めた訴訟を起こしたことで、藤井には2000万円の賠償金の支払いが命じられました。そのため藤井は2025年頃に80代半ばで出所する予定となっているのですが、年齢的にも社会復帰が厳しい中で、遺族に対しては2000万円の賠償金の支払いに応じなければならないことから、過酷な現実が待ち受けると予想されています。本当の地獄が始まる時、2002年3月4日未明、兵庫県神戸市にて当時27歳であった浦中邦明さんは、自身が運転する車で友人の A さんを自宅に送り届けようとしていました。しかし A さんが暮らす神戸市西区の県営住宅は200戸もの住宅に対して120台ほどの駐車スペースしか設けられていなかったため、浦中さんは偶然居合わせた男女と駐車スペースをめぐって口論に発展しました。そこで激高した男は浦中さんに手を挙げるのですが、格闘技経験のあった浦中さんが応戦したことで争いがヒートアップしてしまいました。そのため A さんは喧嘩を仲裁しようとするのですが、今度は A さんが男のターゲットになったことで二人は窮地に追い込まれました。そこで浦中さんは隙を見て警察に通報するのですが、この時通報を察知した女は浦中さんから携帯電話を取り上げました。またこの男女の正体ですが、浦中さんたちに暴行を加えた男は佐藤隆行という人物で、当時38歳だった佐藤は山口組系の暴力団にて組長をしていました。また佐藤と一緒にいた当時35歳の谷京子は佐藤の丈夫という関係で、谷は争いがヒートアップすると佐藤の配下にある暴力団組員3名を呼び出しています。そのため浦中さんと A さんは衰弱するまで暴行されており、挙句の果てには組員の車の後部座席に押し込まれています。その後ようやく4人の警官が駆けつけるのですが、当時警官の一人が仮眠中であったことを理由にすぐに向かうことができず、到着までに16分を要しています。またその4分後にはさらに2人の警官が合流したことで6人の警官が居合わせることになったのですが、この時衰弱した A さんが車から這い出るようにして助けを求めていたにもかかわらず、誰も車内を確認しようとはしなかったそうです。そしてさらに警官たちは佐藤や組員の衣服に血痕が付着していることを確認していたものの、組員らが後で出頭すると告げたところ、警官らは車のナンバーを控えてその場を立ち去っています。そうして事なきを得た佐藤と組員たちは浦中さんだけを連れて現場から 2km ほど離れた雑木林に向かいました。雑木林では別の組員も合流しており、佐藤たちは浦中さんをフェンスに縛り付けると集団で暴行したほか、意識を失うたびに水をかけるという暴力団同士さながらの拷問を加えています。その後佐藤は浦中さんを生き埋めにしようと組員たちにショベルカーの準備を求めるのですが、この時ショベルカーを手配することができなかったため、佐藤たちは浦中さんを近くの川の浅
浅瀬に放置してその場を立ち去りました。そして事件翌日3月5日に浦中さんは変わり果てた姿で発見されました。しかし検視の結果、浦中さんは肋骨がほとんど折られており、右の後頭部が割れているという悲惨な状態であったにもかかわらず、川に放置してから数時間は生きていたことが判明しており、死因は川に放置されたことによる凍死だったと判明しました。またその一方で、事件に関与した組員の一人が交番に出頭しているのですが、この時対応した警官はなぜか1時間ほど事情聴取をした後に組員を帰らせています。しかし浦中さんの発見から4日後となる3月9日には、佐藤と6人の組員が逮捕され、3月26日には姿をくらませていた上府の谷も逮捕されました。そうして本事件は、反社会勢力の人間が集団で一般人の命を奪うという無謀さとともに、助かるはずの命を見殺しにした警官たちに非難の声が集中しました。また事件発覚後、警察側は浦中さんの母親に謝罪しているのですが、問題の警官らに対しては3ヶ月の減給、注意を促すという軽処分のみであったことから、国民からはさらなる怒りを買っています。そこで浦中さんの母親は兵庫県と佐藤に対して損害賠償訴訟を起こしているのですが、この時兵庫県警は適切な捜査であったと主張しています。しかし神戸地裁は、警察が適切に職務を果たせば男性は死なずに済んだと指摘した上で、兵庫県と佐藤に9736万円の賠償金を支払うよう命じており、本事件は警察の職務怠慢が認められた非常に稀なケースとなりました。そして2004年8月には、刑事裁判の判決審において主犯の佐藤に懲役20年、6名の組員には懲役10年から14年、上府であった谷には懲役3年と執行猶予4年の判決が下されています。また佐藤は裁判で、浦中さんを執拗に暴行した理由について、ヤクザが一般人の若者に殴られるなんて屈辱だと思ったと述べているのですが、一般人である浦中さんに凄惨な被害をもたらしたということもあり、関連する組織からは組の解散が命じられ、佐藤自身には破門という処分が下されたそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て日本の地獄が見えたと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと Twitter もやってるので概要欄からフォローお願いします。また VTuber チャンネルで生放送もしてるので、概要欄からチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、ケンチャーですが、マシュマロです。こんにちは、こんにちは。最近休日にまとめて動画見てます。質問ですが、精神的に疲れた時のリフレッシュ方法ありましたら教えてください。自分最近疲れてお酒飲んだり睡眠長くとったりしてるのですが、全く疲労感がなくなりません。どうやって休んでたっけとなっていて、分からなくなってしまっているからです。ほぼ毎日のように動画を投稿されていて、大変で疲労が溜まってるのに、なんかリフレッシュ、何でリフレッシュしてるんだろうなと、すごいなと思います。疲労の取り方の参考にしたいのでご教授ください。ということでありがとうございます。はい、これはね、なるほどって感じで、僕もですね、これ最近感じてました。なんかゲーム、あのファイナルファンタジーやったりとかして、結構引きこもり生活になっててですね、なんかいくら寝ても寝てもなんかしんどいみたいな状態になってて、まあ、そういえばこういう時ってどうすればいいんだっけっていうのを思い返したところですね、僕は、ちょっと運動不足になってたので、はい、なんか運動とかちょっとランニングしたりとか、するようになって、ちょっとあの疲れしっかり取れるようになりましたね。でこの方も、まあ疲れた時にお酒飲んだり睡眠長く取ったりしてるっていうことで、なんかなんていうんですかね、その安静にするってことはしてると思うんですけど、アクティブレストみたいなあの考え方あると思うんですよね。あえてなんか外出てちょっと軽い運動をして、結構血行を良くすることで、疲労物質が取り除かれたりとか、あとはまあ、なんていうんですか、僕の場合はまあランニングして、心拍数一旦上げて、なんか汗かいたりとかして、で血行を良くすることでなんか疲れむしろ取れたりっていうことになったりするので、なんかそういうのもありかなっていう気がしましたね。運動したりとか、あとはまあ単純にあの睡眠の質が、睡眠時間は取れてるけど睡眠の質が悪いみたいなこともあるかもしれないので、寝る前にちゃんと湯船に浸かってお風呂入るとか、なんかそういう感じですかね、パッと思いつくものは。あとはなんか栄養バランスとかちゃんと整えられてますかっていうのも気になりますね。そういうなんか基本的なところで、結構なんですかね、変わってきたりすると思うので。とか他は何でしょうね、なんか精神的な面で言うと、
なんか気晴らしになってるのかみたいなとかもちょっと気になりますよね。睡眠取ったりとか、まあ、お酒飲んだりっていうのもな、まあそういう精神的なちょっとストレス解消って感じだと思うんですけど、本当になんか普段のちょっとしんどいことを忘れられる時間みたいなのをなんか取れてたら、まあよりいいのかなっていう気もしました。なんか普通のことしか言ってない気もしますが、まあ、僕もね最近ちょっとあれ疲れ取れねえなっていうちょっと悩みあったんで、わかりますよっていうね、はい、共感系お便りということでした。さよなら。